こちらこそよろしくお願いします。そうかな、カイトってなぜか俺にだけ冷たいんだよね。視線がクールっていうか突き刺さるっていうか、俺としてはもっと仲良くなりたいんだけど、どうしたら笑ってくれるかな。それいいかも。まあその場合グーパンチを免れることできないと思うけど、ハイリスクハイリターンってね。和幸にも手伝ってもらおうかな。全員のこと尊敬してるから誰とか決められないよ。そうだな、俺ダンスでミスすることが多いから、スバル先輩の完璧なダンスは尊敬してる。俺もあんな風に完璧にかっこよく踊れるようになりたい。それはもちろん陽一先輩。でも部長の厳しさにはちゃんと意味があるから、この人についていこうって思えるんだ。あと東馬くんもファッションという観点では厳しい。いろんな意味で夢の場所。ありがとうございました。俺変なことを言いませんでした？なんか変なこと言ってたら遠慮なくカットしてくださいね。